この時間はクリック365マーケット情報のコーナーです。今週のゲストは東京金融取引所証拠金営業部シニアマネージャーの上野茂さんです。上野さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、このところ為替市場以上に株式市場が大きく乱高下しているんで、そうなんですよね、ちょっと為替に対してはね、見方がどうなのかなという感じなんですけど、為替主導で株価が動くっていう流れと、まあ、逆のパターン、株価が動いて為替がついていくよっていう流れがあろうかと思うんですが、今ちょっとまあ今日ですね、まあ、画面にも資料にも持ってきたんですが、まあ、ドル円とかですねユーロ円っていうのが、まあ、いわゆるこう主要通貨と言われてまして、皆さんも馴染みの深いあの通貨ペアだと思いますね。でこのちょっとあの本当、チャートをですね、持ってまいりました。2ヶ月間のチャートなんですけど、2018年の8月の1日から、10月の8ですね、そこまでのチャートなんですけど、ブルーのラインがあのドル円の値段になります。こちらですね、110円から、まあ、あの115円の間、まあ、パッと見てももうこれレンジ内ということですね。この期間はあまり動かなかったよねっていうのが、まあ、見て取れるかと思います。で一方ユーロ円ですね、こちらも130円程度でまあスタートしてですね、若干の125円まで円高になる局面もあったんですが、まあ、やっぱり上値が重いというか、まあ、要はもうレンジ内で、あの結構推移しているってことなんですね。今日は改めてその株のチャートとかは持ってこなかったんですが、この株とかのですね値動きに比べると、まあ、かなりその緩やかな、ね、この期間は、で昨日一昨日もですね、まあ、今日もそうなんでしょうけども、株価かなり大きく動いておりまして、こちら資料がですね10月8日までなんですが、実はの昨日ですね、10月の12の終値で言ってもですね、ドル円で112円の29とかですので、まあ、全然レンジ内で、まあ、動いたというのが、まあ、為替の動きの思い出せば、8月の初めの日経平均って2万1000円ぐらいでしたからね、そうなんですよね、それが、ね、2万4400円だなんて値になってきたわけだから、まあ、これに比べるとおとなしいなという感じがしますね。で、そこの株価が上がる中で、その円安っていう方向に行くっていうのも流れとしてあったんですが、今回はそれもなくてですね、もっとベタッとあのいうようなあの値段の動きになったというのをお示ししておりますね。なるほど、はいはい。ただ反対に新興国がちょっと乱高下だったということで、次のチャートをちょっと見ておきたいんですが、で新興国ですね、同期間の、チャートを持ってまいりました。こちらはですね、まず動き、まあ目立つのがこのオレンジのラインですね、これがトルコリラ円ということになりますね。でトルコについては8月の上旬が22円台だったのが、まあ、一番下でですね、16円に迫るところまで行ったんですけども、今若干持ち直して18円19円の、まあ、これもレンジの中に今入ってきているかなということになってますね。あのトルコについては結構あのニュースにもなりましたけれども、あの結構価格が大きく落ちたよねっていうのであるんですが、昨今はあの値動きが比較的安定しているという形になります。であのこのチャートのスケールの部分もあるんですが、それよりもですね、もう全くなんか横をこう這いずってるような、地を這うようなですね、値動きになっているのが、こんな感じだったんですか、処理欄は。みんなまずブルーがですね、これ ZAR/JPY、 後でご説明しますが、これが南アフリカランドの値段ですね、円で測った時の値段ということで、これがですね8円前後というところで、ここもずっと安定しております。でさらにあのメキシコですね、このグレーがですね、メキシコという、まあ、通貨メキシコペソというんですが、ペソですね、これ6円台ですね、もう6円にビターとくっついている状況で、あのメキシコについてもナフタですか、北米のですね貿易のその協定がどうなるかとかっていうニュースも一旦あったんですが、ここについても落ち着いたということで、まあ、いずれにしてもこの南アフリカとメキシコについてはこの2ヶ月間で見ると、まあ、安定した値動きをしているよねということになりますね。まあ、この3銘柄は何しよう高金利銘通貨という位置づけでもあるわけですね。でこれがですね、今のまあご紹介した通貨なんですが、まあ、私あの東京金融取引所から今日参りまして、これから本題ですね、いよいよ、これもちろん取引ができます。でこれをですね売ったり買ったり、あの売買してもらうということで、そのクリック365という商品を我々の方では上場しております。で今申し上げた通貨がですね、あの一番上のところ左から、ドル円ユーロ円南アフリカ、トルコメキシコということで並んでおりまして、それぞれ、売ったり買ったりしてですね、利益を狙うということで、あの商品のご紹介をさせてもらえればと思います。で一番左が、まあ、一番馴染みの深いあの米ドルですね、先ほど申し上げました通り、今112円3円前後、まあ、ずっとこう横に横ばいだったチャートを見ていただいたと思うんですが、これですね、10月のですね8日ですね、の今週の初ですが、この終値ですと113円215という、まあ、値段
でございました、はい、うん、で1個戻るんですが、これ取引単位というのがありまして、株式と同様で売ったり買ったりするときに1万米ドルという単位でお取引をいただく、うんうん、そういう商品設計とさせていただいてます、うん、でそうするとですね、これ、まあ、単純にそこ掛け算しますと1万 ×113.215 ですので、うん、約113万円分 の、ね、はい、ドルを取引するということになりますね。でただクリック365取引所証拠金取引 FX ではその113万円は不要でして、この4万5250円というのを、うん、まあ、こちら適用させていただいているんですが、これが最低金額でお取引をスタートできますよということで、はい、うん、まあ、全額いらないよっていうのですね、うん、レバレッジということでお取引に入っていただくことができますね、うんうん、はい、で、あと一番下なんですが、そうですね、スワップポイントというのがあります。まあ、今日は実際ですね、金利差相当額といいまして、まあ、今ですね、アメリカ金利をこうトランプさんが上げるなとか急に言い出してますけども、うん、日本よりも当然アメリカの方が金利が高いということで、うん、これをですね、この場合ちょっと米の3のところに書いてあるんですが、買いをですね保有していると、つまり米ドルを買うと、米ドル円を買うという行為をしてますと、この金額をですねずっとこう毎日々受け取ることができるという商品設計になっていまして、うん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 、で先ほど見ていただいたチャートの8月1日から10月8日まで、まあ、いや2ヶ月ちょっとですけども、これずっと持ってると、うん、買ったままですと、うん、5224円もらえたということですね。うん、これはですか金利差から発生するとこういう考えでよろしいわけですね。なんでこれ値段が動かなくてもですね、うん、これ持ってるだけで、まあ、この分受け取ることができる、うん、まあ、ただし買いの場合ですね、売りの場合は支払いになりますので、はい、あ、そういうことですね、あそこはご注意いただきたいんですが、うん、はい、まあ、そういう形でですね、うん、このスワップポイントというのが非常に大きなFX、うん、クリック365の特徴になってますんで、まあ、ここを活用していただくと、うん、価格が動かなくてもこの利益を狙えるということですね、うん、はい、でそれぞれが同じような形で試算していくと、まあ、確かに金利差によって大きなばらつきがありますけれども、そうですね、やはりちょっと触れておかなきゃいけないのがトルコリラですね、うん、はい、これがですね、表の4つ目ですね、左から4つ目ですが、はい、トルコリラ円ということで、これも取引単位は1万です、うん、で終値はですね、今週初ですが 18.50 という値段でしたね、うんうん、で証拠金なんですが、これ結構少額からスタートできます、7420円、うん、でこれは会社さんによって違うので、あくまで取引所の金額なんですが、うん、最低金額ということで提示しています、うん、で驚きなのがスワップポイントですね、うん、これがこうほぼこの先ほど言ったこの証拠金と同じぐらいもらえちゃうということで、あ、そうですね、そうなんですね、はい、これ誤植ではなくて本当です、うん、で実績値ですので本当の値なんですが、うん、ですのでこれ買いでずっと持ってれば、うん、まあ、この分受け取れるよねということになります、うんうん、ただ為替が、まあ、別個リスクとしてありますよってことですね。そうなんです、ね、はい、私ですので、うん、売り買い推奨できる立場でもないの で、うん、そうですね、今日ちょっと1個だけページを戻らせていただいてもこれ大丈夫ですかね、うん、はい、チャートなんですけれども、うん、例えばこう買いで持ってると申しましたけれども、うん、まあ、8月の1日にですね、買ってスタートしている方っていうのはこれ値段下がってしまってますね。そうですよね。で1円下がりますと1万円ですので、うん、1万円分、まあ、損失が出てしまいますという形になりますので、うん、まあこう上がっていけばいいんですけども、うん、まあ、そういうところは実際に注意していただかねか今なりないということで、うん、ご説明したいと思います、ね、なるほどね。逆に言うとさっきも言ったようにこれ最低必要金額が7420円なんですね、はい、極端な話を言うと例えば 10万円とかですね、うん、もっと余裕を持って入れていただければ、うん、1円その値段が下がってもですね1万円分ですのでまだまだ余裕があるよねという形になります。ギリギリでやってると、うんうん、そういう意味では1円で1万円ですので、まあ、そういう意味では、うん、一般的にはこうリスクがあるよねというふうに捉えられがちなんですが、もっと大きな資金を入れて、うん、まあ、長い目で見てやる、うん、先ほど言ったようにこうチャートがあまり動かない状況であればこれスワップポイントっていうのは非常に大きな収益チャンスになりますので、まあ、ご活用いただきたいなということで、うん、まあ、ご案内をさせてもらってますね。これ得てしてこういう為替取引をおやりになる方は、はい、皆さんこのスワップポイントを狙ってらっしゃるのが一般的なんですかね。そうですね、この南アフリカ、うん、トルコ、メキシコについては高金利通貨ペアと言われてまして、はい、これは結構そのスワップポイントを狙うっていう方が多いかもしれませんね。まさに、はい、そうですね、どうぞ、
で同様にメキシコですね、うん、ここについてもスワップポイントだけ触れますが、はいはい、8603円ということになりますので、うん、まあ、証拠金はトルコよりも必要多くいるんですけども、うん、チャート的にはもう一回戻りますけれども、うん、もう全く動いてないん で、これはだから完全のリスクはなかったということですね。そうですね、だからずっとこれがもし続けばですね、うん、スワップポイントだけで、まあ、利益が出るよね、うん、ということになります。なるほど、はい。そして最後にご質問いただくのが、ね、はい、で今ですねちょっと時間の関係もありまして、うん、チャートも2ヶ月間だけ、まあ、ラインチャートということで、うん、ちょっと物足りない方が多かったかと思うんですが、実はうちの取引所の方で、うん、これ鍵括弧で囲ってますけども、取引所365というのでアプリを無料ですね、はい、無料のアプリを新しく刷新させていただいてます、うん、で以前のお使いの方もいらっしゃるかもしれませんけど、新しくなったんでちょっともう一回入れ直していただくことはあるんですが、うんうん、まあ、これ書かせていただいている通り、もうリアルタイムで値段が見れますので、はい、で今日は為替だけご紹介しましたけど、実はうちクリック株という株価指数を取引できる商品もあったりしますので、うんうん、まあ、これ為替と株を両方見ながらですね、うんうん、まあ、実際こう研究していただくとか、うん、取引される前にもですね、あ、こんな風に値動きするんだと、うん、あ、本当にメキシコってずっと動いてないんだとか、当然2ヶ月だけじゃなくて半年1年のチャートも見れますので、まあ、こういうのを活用いただけると大変ありがたいなというふうに思いますね、うん、ただここからオーダーの発注はできないですよね。発注できないです、うん、うちの方はあくまで取引所になってますので、うんうん、あくまでこう値段を見ていただいて、うん、興味持っていただいて、うん、もし本当にやってみたいというのであれば、ホームページなんかにも取扱い会社さんというのをご紹介してますので、うん、そこで口座開いていただいて取引いただくという形にはなりますね。なるほどね。で1個だけ機能としてですね、はい、この価格通知っていうのがありまして、はい、いくらになったらこうなんかメールとかですねプッシュ通知が来るとかって機能もあるので、これ結構便利だと思うんですよ。はい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 、外出先とかですね、うんうん、使っていただけるとありがたいなというふうに思っております。はい、わかりました。スマホっていうのが今取引する上でも必需品になってそうなんですよね、はい、やっぱそういうのを見ていただいて、はいはい、ぜひ勉強いただければと思います。その人情報も入るということですね、はいはい、上野さんありがとうございました。どうもありがとうございました。クリック365マーケット情報のコーナーをお送りしました。